グラフ上に A カンマ B の点と C カンマ D の点があったとしますこの2つの点と原点 O を結んでできる三角形についてこれの面積は1 2分の1カッ AD-BC の絶対値となりますなぜこうなるかについて原理を解説いたしますこれは高校生で習うベクトルの考え方で る解説す。この三角形をぴったりに囲む四角形があるとしますここの点の x 座標が a なのでこの四角形の横の長さは a ですこの点の y 座標が d なのでこの四角形の縦の長さは d になりますまずこの青の四角形の面積を求めます この四角形の面積は縦かける横で AD となります。この面積からこの三角形の面積この三角形の面積,この,の面積この三角形の面積を引いてやればこの真ん中の赤い三角形の面積が求まりますではまずこの緑の三角形の面積から求めますこの緑の三角形の底辺の長さは A です高さはこの点の Y 座標 B と同じなので 高さは B となります。この三角形の面積を求めるのであれば底辺×高さ ÷2 によって面積は1 2分の 1AB となります次はこの紫の三角形の面積を求めますこの長さを底辺として底辺の長さは D ですここの長さを高さとしますこの点における x 座標が C ですので高さは C となります紫のの三角形の面積は 底辺かける高さ割る2で1分の 1cd となります。次はここの面積、このオレンジ色の三角形の面積を求めます。ここの長さを底辺とします。この底辺の長さはこれ全体で a の長さですので、そこから c の長さを引いてやればいい。つまり a-c となります。ではこちらを高さとし、この長さを求めます。これ全体で d の長さがあります。 そこからこの長さ b を引いてやればここの長さが出ますよってここの長さは d-b となりますこの三角形の面積は底辺かける高さ割る2で1 2分の1カッコ a-c カッコ d-b と表すことができますあとはこの四角形の面積からこれらの三角形の面積を引いてやればここの赤い三角形の面積が出ます

その理由について簡単に説明いたします。具体的に例題でと言ってみた方が分かりやすいので、例題でやっていきましょう。例題、0カンマ0、4カンマ1、2カンマ3の3点を頂点とする三角形の面積はではここでですね、この公式1 2分の1括弧 AD-BC、これを使うとした場合、A を4、B を1、C を2、D を3とした場合、この式を使うと、1 2分の1カッコ 4×3-1×2、答えは 5となりますこの答えはマイナスになってませんのでこれをこのまま面積として答えれば大丈夫ですではこの4カマ1と2カマ3の点をですね入れ替えてこう考えたらどうでしょう AB を 2, 3, を2,3、CD 4,1と考えた場合これをこの公式に当てはめるとどうなるかというと1 2かっこ1かかける2-4答えはマイナス5となります 先ほどのこの答えと見比べてみるとこの数字自体は両方とも同じですよねマイナスがついてるかついてないかの違いがあるだけですこちらとこちらの違いは何が違うかというと単に引き算の順番が前後入れ替わっただけですよねそれによって答えがマイナスがついたりつかなかったりするだけなので答えはもしマイナスで出た場合はマイナスを取ってしまって絶対値だけで答える まあつまり数字だけで答えればいいということになります。